トンカツの定食トンカツは厚みのある豚のロースやヒレのスライス肉を小麦粉、溶き卵パン粉をまとわせて食用油で揚げた料理である。表記はトンカツ、トンカツ、トンカツ、トンカツなど様々である。単にカツと書かれることもある。カツはカツ列の略である。家庭用のレシピとしては以下が一般的である。スライスされた豚肉を使う。 すじ切りをして塩コショウを振る。小麦粉あるいは片栗粉をまぶして軽くはたき落とし、溶き卵にくぐらせパン粉をつける。天ぷら鍋に揚げ油を満たし、150摂氏160度という比較的低温で10分ほど揚げる。衣をカリッとした食感とするために最後の1分間だけ火を強くすると良いともされる。数センチメートル幅に切り分け。 ソースやからしなどを添えて提供する。業務店では効率化のため小麦粉と溶き卵の代わりに業務用に販売されているバッター粉で代用している例も多い。バッター粉とはあらかじめ小麦粉と卵の乾燥粉末を配合したもので天ぷら粉とほぼ同じものである。カツレツとの違いはフライの調理法を取るカツレツに対しディープフライの調理法を取ることにある。 油にどっぷりと浸してあげるディープフライは加熱時に外気に触れるフライに比べ肉に含まれる。水分の蒸発が少ないため、しっとりと柔らかな食感に仕上がる。とんかつ屋の例現在、とんかつ専門店の多くは、じゃわんハン、味噌汁、香のものをセットにした和食のスタイルで、とんかつを提供している。とんかつを調味するために、とんかつソース、ごま、 からし、塩などが添えられることもある。しかしながら、店や地域によってはライスを平らさ。漏れし、とんかつソースではなく、デミグラスソースをかけて供するなど、養殖のスタイルを残している。例も少なくない。肉の部位はロースとヒレのどちらかを選択できる店が多い。用いられた。部位により、それぞれロースカツヒレカツと呼ばれる。豚カツに添えられることの多い。生キャベツの千切りは？ 消化吸収を助け、脂肪吸収を抑えるビタミン U を摂取できて、有意義である。また、しじみ汁を添える店が多い。しじみ汁を摂取することで、脂肪分の分解を助けるメチオニンや、そこから合成されるタウリンといったアミノ酸が摂取、できて理にかなうと言われている。トンカツという名称の由来は、豚の音読みのトンとフランス料理のコートラッツの組み合わせから、 1899年に登場する。ここから、ポンチ県のコックであった、島田信次郎が、考案者とされることが多いが、とんかつという名称は、屋台料理などで、すでに存在しており、また、調理法も、大路地により、鮮弁をつけられているとの説もあるなど、未だ発祥点を特定するのは困難である。カツサンドとんかつは、さらに調理されて、別の料理となったり、 他の料理と組み合わせて強制られる。地方料理も多く、カツ飯、エスカロップ、味噌カツ、んカツラーメン、トルコライス、ボルガライス、タレカツなど、また地元のブランド豚を使用するなど町おこしの一環としても利用されている。ありがとうございます。